芸人と一般人はどちらが幸せだと思いますか？芸人にならない方がいい30の理由。なんだその入りそのドキュメンタリーチックな私たちも10年前とか5年前とかと比べて、うん、芸人だけで生活できるようになったじゃないですか。そう、ありがたいことにね。ありがたいことに。でやっぱそのよく言われるんですよ、はい、稼いでるでしょとか楽でいいねみたいなの、はいはいはい、そんなぶっきらぼうに言われるのは少なくなりましたけど、はい、意外と芸人大変なんだぞってことが浸透したんで、でもやっぱり未だに言われるわけですよ、うん、楽でいいねとか、楽でいいね、あと一般の人より遅く起きて稼げていいねみたいな。でもその冷静にやっぱ僕ら考えると割とその追い詰められてるじゃないですか、常に芸人って。まあだから今お金もらってある程度食べれるようになったとはいえ、そのいろんなもので縛られてるじゃない、はい、その出れば出るほどさ、ね、やっぱりいろんなもの縛られてくるじゃない、うん、正直悪さもできないし、そうだね、そういうね、うん、確か芸人っていいことばかりじゃないよっていうのは正直あります。そうそう、はい、やっぱその辛いよやっぱり今もう本当に何だろう、一寸先は闇ということわざが、うん、で正直周りでも見てきてるわけじゃない。そうですよね、そういうふうになってるでしょ、はいはい、やっぱりだからそれは辛い。どなたですか？え？はあ、もういい言えないんだ。もう言えない、もう言えないんだ。言えないよ。はあ、まずはあ俺のより面白いじゃん、うん、まあでもそういう方もいますけども、はい、笑いに変え、まあ笑いにって言ったらあれだけど、うん、まあまあまあ、まあ、あの、まあ、芸人は、まあ、まあ何とかね、まあ、世話にもなってますし、うん、そこは別に、まあ、なかったことのようにというか、まあ笑いにしてね、うん、終わらしてますから別にいいですけど、やっぱその稼げるようになってよ思うことがですね、こんなのは維持できない一時のことだし、はいはいはい、その一時のことを貯めておかないと大変なことになるっていうのが本当にそうだね。もう本当人気絶頂でノースキャンダルだしめちゃくちゃ面白いと言われてる、やっぱチョコプラの長田さんも昔ポロッと言ってたことが、2年ぐらいで無給だったと。あ、そのうちにお子さんがいつの間にか成長してたみたいな、はいはい、あ、それはあるね。その後悔ってわけじゃないけど、多分一般のパパだったらもっと時間を作れたんじゃないかみたいな、まあ、土日とかね、うん、もちろんお金はあるし、はい、あれだけどその日々追われていくこの脅迫観念というか、分かるよ。だからそのちょうど一番楽しいと言ったらあれだけど、はい、一番その見てたい子供のそこの成長、歩けるようになったとか、はいはい、ハイハイできるようになったとかさ、はい、そこがちょっと見れないっていうのはやっぱり原因として辛さはあるよね、はいうん、それはだってその長田さんのスケールでもそうだし、はい、長田さんよりはるかに暇だと思う金ちゃんさんとかでも、はい、息子との時間正直作れてないでしょ、はい、まあそうだね、っていう、あ、知らない間に飯食ってたからね息子がもうミルク飲んでてさ、知らない間にもう飯食えるようになってたから、知らない間にテレビの俺見てりょうちゃんって言えてたんでしょ。そうだね、いや肌色のおじさんね、これは冗談、これもうお前あれそうだ、お前良くない冗談、お前俺言いたかったことあんだよお前、なんだてめうちの息子をお前使ってお前いいね稼ぎすんなツイッターでお前お前卑怯だよな、それぐらいしかお前うまみねえだろう、てめえお前うちのガキお前いつもお前全然可愛くねえねお前うちのガキとか言ってたろお前、急にこいつなんかいいやつぶってツイートしてなんかそれがちょっとバズったからってお前そんな同じようなことばっかやってよ、うるせえ、いいねいいねでお前それぐらいこんなねいいやつじゃないですよ、それぐらいしか勝ちねえだろ、ね、お前ほらこういう、あ、本性出した、本性出した、あ、怖い怖い怖い、まあ、お前どっちか、あんねお前どっちかよこせ、あんねえよお前、ね、俺が那須川天心みたいに育ててやる、ションベンのテルスメ長男か次男よこせ、長男か次男かよこせ、俺にもう二度とつぶやくな俺の息子のこと、やっぱその芸人にと一般人がどっちが幸せか、うん、僕もずっと考えてて、はい、そんなに芸人は幸せじゃないよと、あ、芸人にならない方がいい理由を見てる人に、だからまあ分かりやすくだからその芸人のリアルな実態をちょっとここで発表しようってことでいいですか、芸人にならない方がいい30、はい、30個ね、15個ずつか、15ずつ、はい、先行後攻で最初はグー、じゃあグッパイ、じゃあ先行で、先行でね、はい、じゃあもうリアルなとこ行くよ、はい、やっぱりもうはい、こちらです、はい、はい、売れるまで金がない、これもリアルに
まあ、一番の悩みというか、まあ、もちろん今の芸人も稼ぎ方変わってきてるんです、うん、昔はテレビだけだったじゃないですか、うん、でも今も舞台でね、うん、配信で稼げるようになるし、吉本だったら、はいはいはい、あとはネット番組とか結構媒体が増えてるんで、はいはい、まあ、昔よりかは稼ぎやすくなってますけども、はい、SNS もあるしね、はい、だからやっぱりもう本当にお金ってないじゃない、ないです、いるまで。だからもうリアルにこれ一番つらかったことで言うと、病院に行きたいんだけど体調悪くて病院に行く金がないっていう、だから本当に辛いんだけど我慢して家で寝てなきゃいけないとかね、本当にそういうレベル。なんだったら保険証持ってない芸人もいますから。あ、いっぱいいますよ、いっぱいいますから、うん、まあ、でもこれ、はい、まあ、軽く15個ずつだから、じゃあもう早めに行ってみよう、はい、もう、あ、もうこれは、これはもう一般の方と比べての圧倒的に、はい、もう不動産の審査に通らない。これはある。これ切ない。本当に。で、これどんだけ稼いでる人でも通らないらしい。通らない物件は。ローンも絶対通らない。ローンも通らない。めちゃくちゃ稼いでても。はい。で、ローン通ったら通ったで芸風を見られるというか。そのやっぱそのパンサーの尾形さんが70過ぎぐらいまでローンがある状態で、一回楽屋で頭抱えてた時あって、サンキューだけでいけるかっていう、なんかそのサンキューのみで、もう75とかでサンキューっつって、誰がおもろい、誰が笑う、あれ面白いんだけど、そこまで言うとサンキューっつって。でも平場のトークで言えばそれ受けるじゃないですか、うん、楽屋で発表したらガチなんですよ、それガチの悩みになっちゃうんですよ。でもあの尾形さん、多分一般の方からしたら悩みがないように見える尾形さんでも、そういう悩みを抱えながら、まあね、日々サウナでごまかしてる。サウナしか楽しめないから、サウナしか今楽しめないです。だからもうそれも、いや、いわしも、じゃあもういつかも、はい、大きくと言ったらあれなんですけど、はい、やっぱコンプライアンスが厳しいっていうのもね、はい、これまあ、もちろん不倫っていけないことじゃないですか、はい、でもやっぱ僕聞くんですよ、よく一般の方に、うん、そしたらね、一般の方ものすごく不倫してるんですよ。いやー、してるね、してるんですよ、確かにね。でもやっぱり芸人、まあ、芸能人もそうですけど、うん、今も一発アウトでしょ、そういう時代でしょ。で本当に慎重に、まあ、まあしてる人もいるだろうけど、もう本当に慎重になってるわけじゃないですか、うん、だから一般の人ってもうバンバンしてるのよ、うん、ね、友達だとか、それでも女性の友達いるじゃない、もともと仲良かった、うん、まあ、学校の、ね、子たちとかすごいんだよね、なんか主婦とかでも、お前らそんなしてるのかみたいな。でやっぱそれがもう僕ら有名人というかね、芸能人だったら、ね、有名人とか芸能人だったらできるようになるのかと思ったじゃない、モテるのかなとか。それが一切許されないというこの時代、芸人になりたいやつっていないんじゃないと思ってるんだよ俺は。リアルな話ね、まあ、もちろんそれだけじゃないんだけど、まあ、これもうざっくりコンプライアンスって言ったけど、やっぱ不倫だとかさ、もう横断歩道を一つこう渡るのにもちょっと気使わない、はいはいはい、その青の点滅でもちょっとやめとこうかなぐらいの、あ、そういうリアルな、それが動画に撮られてた後で上げられたりとか思うと、だから動画に撮ってる方がおかしいんですけど ね、まあ、本当はね、それは言っちゃいけない時代になってるんで、そうそうそう、だから意外と発言権もないし、やっぱりコンプライアンス厳守の時代、うん、そのあんまり芸人にその品行方正を求めないでほしいっていうのはあります、芸風的には、はい、はい、確かにね、はい、芸人と普通の職業の方、はい、生涯の収支は、もし運よくちょっと売れたとしてもほぼ一緒か、ちょっと芸人がマイナス、はいはい、で売れなかったとしたらもうドマイナス、まあそうだね、はい、まあこれはだから稼げるようになったとしても、はい、それがずっと続くわけじゃないし、そうですそうです、それまでの期間、はい、とんでもないマイナスだから、そうですそうです、割れよって話、はい、割ってみろよって話ね、例えばもう今大成功されてる正則さんも、はい、ずっとゼロです、確かに、ね、で50歳でまあ年収1億になったとしましょう、でももうこの期間の、まあ、この期間の辛さって20であっても500万だからね、はい、この期間の辛さ、はいはい、この期間だって50まで人間じゃないですからね、生活的にはもう、いや本当に人間の形をした本当のうんこでも、うん、うん、そうそう、あれは、うん、50年、ほぼ50年のうんこがあっての、うん、このお金が稼げたかもしれません、今
年収1億ぐらいいってるかもしれません、もしかして。でもこの時は変えないわけですよ。このもしかしたら普通の人の幸せ、はいはいはい、子供が生まれたり子供の成長を見て、だってあの信長が死んだ年に売れたんですよ、正則さん。人生50年つらつら、本能寺の変って、あの信長の一生、はい、本能寺の変までとんでもないことあったじゃないですか。その信長が生きた期間ずっとうんこみたいな人生で、すごいよね。で今から幸せかもしれませんけど、意外とお金稼いで、正則さんとこの間久しぶりに会ったんですけど、ちょっと太るっていう、まあ、太ってたね。だから食べ物ぐらいしか楽しみないんですよ。で結局年収が5000万だろうが1億だろうが一緒なんです、まあ、税金でも取られるしね、はい、あの贅沢って月100万か200万稼いでたら幸せなんだよ、この日本って。まあまあどんどん物価とか上がってるから、まあ、だから800万とか700万以上はもう一緒っていうよね、はい、年収。そうなんです、うん、幸せ、幸福度は、はい、休みがあったり人間としての時間がある人の方が幸せだってことに、芸人は稼げるようになって初めて気づくんですよね。確かにそれはあるね。でも稼げるようになった時にもう後戻りできないんですよ、普通の仕事に戻れないから。プラスの方で言うと、それに変えられないその芸人としての幸せはあるんだけどね。そうです、そうです。その、まあ、有名になるとか人を笑わせるとか、はいはい、あるんだけども、リアルなところで言うと確かにこれはマイナスです、はい、で正則さんは50で栄光を手にして、でもみんなから芸人にもう称賛されたし、僕も感動して泣きそうになったし、もう本当スーパースターですけど、逆にもう目指すものがないんですよ、50にして。 M1 チャンピオン取っちゃったんで、まあ、あといい女だけっていうけど、チンコ立てればしもうな、今ゴールなんですよ、もう。あとはもう、はい、正則さんのみになってるんですよ、正則さんの人生を今言ってるみたいになってるから、一番幸福じゃないですか、正則さんの50年、まあね、芸人で50手前で売れるって。でも正則さんよりうんこみたいな生活を送ってる芸人がいっぱいいるわけですから、正則さんでもういい方っていうか、まあ、もうトップだからね、うん、そうです、50から売れることなんてほとんどないわけじゃない。そうです、そうです、そうです。でもそれを正則さんがやっぱり成し遂げてるっていう凄さはあるんだけども、その正則さんでもやっぱり50で売れるっていう、それまでの20年間ぐらいやっぱ本当にしんどいから、で結局金を手にしてできることってちょっとした食べ物の贅沢なんですよ、まあ、確かにね、はい、本当にそうなんですよ。そうなんです、まあ、だからこれ売れる前と売れた後でちょっと違うけどね、はい、売れる前、もう本当にリアルなとこ行こうか。もうはい、辛いよこれも、バイト先でいじられるっていうね、売れてない時、はい、これね、売れたらいいんですよ、名前あったら、結構チヤホヤしてもらえるし、知ってる知ってるってなるけど、やっぱり売れてない時のバイト先での肩身の狭さね、やっぱ辛いよ、やっぱめちゃくちゃいじられるし、芸人なんか面白いことやってよとか平気で言われるし、俺はやっぱり居酒屋金ちゃんというところで、実家でね、バイトしてましたけども、その中でもやっぱりちょっとやんちゃな方たちが来られて、でやっぱうちの親もちょっと痛いからさ、息子さん何やってるんですかって、うちのね、吉本で芸人やってるんだ。あ、そうなんですかみたいな。なんていうコンビ名って。鬼越トマーク。全然知らないですね。みたいな。いや、なんか面白いことやってよ。面白いことやってよ。いや、すいません、ちょっと一人じゃ、はい、あんまりそういうのやってなくて。なんか、あれだね。芸人なのに全然喋んないんだね。いや、そりゃそうだよ、ね。親の前でさ、それも働いてんだからさ、こっちはさ。あ、そうなんですよ。そしたらさ、財布出して、1万。面白いことやって。お金あげるから。1万。あ、僕はい。大丈夫です。お金ないでしょ、面白くやれない1万円だから、大丈夫です。それも本当に泣きそうになって、本当に親の前だからね、それがやっぱ辛いよ。いや、親はどんな顔してた？親ニコニコしてたもらってきなよ、もらえ、まあ、1万もらえんだ、広数とか言いながらそういうことじゃないんだよと思いながら、親強いから、親強い、そう、もうだって50年売れてないんだから、そう、もうだからそういう本当に辛い思いしてるけど、やっぱこれはもうしょうがない、みんな多分こういうバイト先でいじられるとかあると思うわ、こういうの時やめたかったね。で芸人だからできるだけ言わないようにしてた時期もあったし、やっぱりみんな知らないわけじゃん、芸人って誰とか見たことないな、教えてよコンビ名とかって言ってさ、みんな知らないからさ、確かに、あ、そうなんだって、どこでライブやってんのとか、いくらなのとかさ、やっぱちょっとこう売れてないだけで下に見られるじゃない、これはもう皆さん多分あると思います、芸人の方は。それをね、なんか絶対にその場では言わないけど、
やっぱ俺らお寿司屋さん理論みたいなの作ったじゃないですか。やっぱ寿司屋にその場で握れって言わないでしょ。まあそうだね。でもそんなことはこういう動画で発散させてるけど実際に言わないでしょ。言わない言わない。あなたが寿司屋だとしてここで握れ、ほら1万円でほら握れ、魚取ってこいよって言わないでしょって。そのこの動画で面白おかしく言ってるけど言わない。その場では言えないよ。なんかこの芸人のね、このなんかなんか苦虫こう噛みつぶしてない、うん、すいません、モグラみたいな、はいはい、みたいな。その時は辛いっすよ、はい、でもやっぱり言えないから、あー、やっぱグッとこらえて、まあ、それを糧に、ね、売れてやるんだっていうね、はい、あー、やっぱりそれはやっぱり思ってたね、ずっと悔しい思いしてた。はい、うん、はい、30個出さなきゃいけないから。めっちゃわかるわ、めっちゃわかるわ、もうこれめっちゃわかる、それもうしまい、つらいね、これマジでつらい、ほんとに、まあ俺だって変装もしないじゃない、うん、今は、うん、で飯行きづらいよね、やっぱ一人で飯に行きづらい、うん、これは我々が選んでるからしょうがないんですけども、ね、でも我々も人間なんですよ、やっぱ飯を食べたいわけですよ、ほんとにこれは申し訳ないんだけど、めちゃくちゃ愛想よくされるのもしんどいんですよ。なんかほっといてほしいっていうのもあるんですよ。多分これ芸人でも普段怒ってる人多いですから、でめちゃくちゃ話しかけられるのも嫌だけど、めちゃくちゃそっけない店員さんも嫌なんですよね。贅沢な悩みなんですけど、これもうたどり着いたの、はい、これ一番のベストは、はい、あっちに何も言わずに普通の接客してもらって、最後帰る時に一言いつも見てますとか、あの頑張ってください、はい、それがもう俺ベストだと思うわ。スタバ方式ね、もう、うん、スタバのメッセージ方式、スタバのメッセージ方式、もうそれでいいんだよ、はい、多分もちろん声かけてもらうことは嬉しいんですけど、嬉しいよそれはね。見た目でやっぱり判断されて、あのやっぱ勝手に大盛りにされたりするじゃないですか。あるあるですそれは、はい、我々も食えない部分もあるし、今ちょっとさ減量とかしてるじゃん、そうそうそう、そういう時もう食わなきゃいけないと使命感でね、そうだね、辛いんだよねあれね、意外と残した時の、あの絶望感ってあるじゃないですか、その申し訳ないから全部食べて、あいつら芸能人だから残したんかっていう、腹パンパンになるまで食うっていう、はい、うん、まあ、贅沢なんですよ、まあまあね、こっちの贅沢なんですよ。これはまあ正直な話、食べれるようにというか飯食えるように、うん、売れた後の方の悩みだろうね、これね。で、馴染みの店に行って居心地が悪くなる時ってあるじゃないですか、はい、やってるテレビがなんかその自分がめちゃくちゃ手応えない時で、うわ、ん、やこの後俺ら出るぞって時にあの恐怖、はい、ちょっとそれ書いていい、はい、行こう、はい、俺ね、これサウナであるのよ、そのサウナ入った時に自分が出てるテレビ出るっていうマジで辛いのあれ。しかもサウナの人なんか笑わない、笑わないからね。睨みつけてるんだからね。サウナ行ってて、やばい、ちょっとあれこの時間ってあれまずいぞってなって、実際出てきて、でみんな気づくわけってなって、で俺らそのエピソードトークするけど全然笑わないんだよそのサウナの人。ちょっと待ってくれこれ辛いよっつって、で本当は10分入りたいところ、そうそうそう、もう5分ぐらい抜けて、そうそうそう、すぐ水風呂、冷てんだ水風呂が、うん、もっとあったかまれてんだけど冷てんだ水風呂が、あーこれこれ辛いよ、サウナ行きづらいね、あサウナ行きづらい、ね、サウナ行き、あとチンコ見られるしね、もうね、そうなんだよ、チンハラ、チンハラあるから、チンハラある、本当に、あ、なんかだからもうバッてまず顔見られて、そうそうそう、その後に必ずこう下見られて、うん、コキンちゃんね、俺なんか今パイパンだからね、きつあのだってもうだって俺でも見たいもん、やっぱ格闘家とかがさ、まあそうだね、サウナとか入ってたら見ちゃうじゃん、ね、サウナでってストレス解消に行ってるわけじゃん、うん、それでストレス溜まるぐらいだったらって思って、俺最近はもうサウナとか行ってももう向くこともしない、あ、ね、昔ってやっぱ一般の人に見え張らないといけないから、見え張る、なんならお前にも見え張らなきゃいけないから、俺もだから確かにそのそのなんかそのいつの間にかさ、このなんかこの脱ぐ瞬間にもあのパッと脱い、男ってやっぱ二十歳ぐらいで身につけるから、うん、その技術を、そうそうそう、脱ぐ瞬間に一緒に脱ぐみたいな、うん、そうそうそうね、みたいなね。でも見て見て、この体型の人が向けてるわけないから、俺らが向けてたら、うん、ミラクル、奇跡ですか、それは。そうそう、普通だったらさ、安くていいところ行きたいじゃん、はい、もう高くて汚いとこ行ってるから、その
人いないところだ。人いないところ。節電だよな。誰くんのこんな高くて汚ねえのにっていうところに俺も行っちゃってる。もうその方が楽だから。で次はい。俺ちょっと15分ずつちょっと間に合わないから早く、はいはいはい、どんどん行こうどんどん。はい。はい。はい。まあ結婚すると他芸人の悩みだと思います。はい。はい、まあ嫁とか子供を幸せにしたいけど。ある時夜とか家族が他の部屋で寝てて一人きりになった時にずっとこの感じで仕事続くわけないよなっていうのが意味の分かんない不安に駆られるというか、将来ですよね。そう、まあ、それもみんなあると思う。今が山の頂上なんじゃないかっていう常に思うんですよね。あの俺去年も一昨年も、はい、今も思ってたけど、はい、やっぱ今が一番いいんじゃないかと思っちゃうよね。そう、分かる、めっちゃそれは分かる。本当にでその本当にこれ芸人だけどめちゃくちゃ切ない理論、子供が二十歳までは理論ね。子供が二十歳までは生きようとか、子供が二十歳までは稼ごうと、そういう意味の分かんない計算してて、で意外と一般の方の方が豪快で、例えば酒びたりでその早くに亡くなる方もいるじゃん。その意外と普通のサラリーマンとかやってるけど、意外と将来のことそこまで考えてなかったりするの。確かに。でも芸人ってあんたら将来のこと全然考えてないんでしょって言われるけど、今の芸人ってやっぱめっちゃ考えてるから、うん、まあ、将来のことめっちゃ考えてる。そう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 、これはもう俺らだけっていうかもう 全芸人が持ってると思う。やっぱり多少うまくいったりとか仕事増えてきた人は、うん、あれこれがピークなんじゃないとか、うん、でこれに付随して1個いい、うん、これもちろん吉本あるあるね、はい、もう仕事、Google カレンダーで、ね、スケジュールやるんですけど、これが空白になるとめっちゃ不安になるっていう、もうあるでしょ、はい、これめっちゃあるよね、うん、だから多少僕らもこの間仮晴らし芸人、はい、アメトーク出させてもらったんですけど、はい、アメトークでも言いましたけど、はい、やっぱ仮晴らし芸人出たら、はい、仮晴らしていい芸人だったと多分思われたんです僕ら。なんでそれこそ今日4つ仮に仕事入ってたんですよ、全部バレましたから。で、YouTube 撮影。で、YouTube 撮影してますから、本当に。これ、人を保つために撮影してるだけだもんね。そうだよ。あの、家にいるともう不安になっちゃうから。不安になっちゃうから。でも、これで YouTube はいいとこはそれじゃん。はい。そのまあ、いつでも自分で撮影できるし。そうですね。で、まあ、確かに僕らも休みなく働かせてもらってるんですけども、大体4つぐらいあったら2個ぐらい入るのよ。うん、だけど、4つ来て、全部バラし。こんな転がることないよ。で、しかも土曜日、日曜日、今日撮ってるの土曜日なんですけど、土日って営業が基本的に入ってるんで、2ヶ月、3ヶ月前からスケジュール抑えられてるんですよ。うん、ただその営業とか1個バレた瞬間、今日はね営業2個ぐらいとあとテレビも2個ぐらいの仮だったんだけど、それがバババってバレたわけでなった場合、もう2週間前とかからもう土曜日なんか仕事入んないからね、営業なんかは。だからちょっとこれで1個不安になるっていうのマジで。でまあ来月再来月って Google カレンダー見れるわけじゃないですか。で空白があるとめちゃくちゃ不安なんですよこれ。なので、この YouTube を見てる方お仕事ください、お願いします。直でも、はい、ちゃんと吉本通して営業行きますんで、はい、吉本、まあね、仕事はありがたいこといただいてるんですけど、たまにこういうことが起こるんで、はい、はい、今もう別に僕らも女遊びしたいわけじゃないんですけど、うん、完全にしたくないよねって強制的に言わされるぐらいの刑務所みたいな生活を強いられてるわけじゃないですか、うん、人生が終わっちゃうんで。結局芸人がやっぱもうどんだけ金持ちになっても今の芸人のあの娯楽、はい、筋トレサウナグルメこれのみ、マジでこれだわ。でこれしかない楽しみ、はい、で普通の芸能人はここに旅行とかが入ってきますけど、旅行行けません芸人、はい、休めません、休みないから、はい、あと休みもないし休みもこっちも望んでない、望んでない、だって金がないんだもん。で怖いんだから、怖いんだから、怖いんだから、そうそうそう。で特に吉本芸人ね、毎日働いてます。それは毎日働いてるって威張ってるわけじゃなくて、もうそういう体になっちゃってる。特に吉本です、これは。はい、あとこれもあるじゃん。あの、はい、これやっぱりもう、これコンプライアンスもそうだ。過去の自分の行動が怖いって書いてあるんですよ。確かにね。これ、うん、やっぱり5年前、10年前のスキャンダル出るじゃないですか。うん、その頃ってやっぱりプロ意識ないんですよ、正直。ないですね。だから自分たちが何したかも覚えてないところもあるし、そんなすごい悪さはしてないかもしれないですけど、あれってなんか週刊誌とかで出たら
今思うとあんまり良くないことだったようなことあるじゃないですか、まあまあ、なんか飲んでての席とか。僕は合コンであの女の子とマジ口喧嘩とかしてますから、はい、あとチャブ台ひっくり返したりとかね、はいはいはい、まあこれ帰れとか帰るとか帰るとか言ってますから、だからそれも5年前10年前コンパしてとか、やっぱり過去の自分のあの行動に今苦しめられてるというか、まあ、もちろんその出たらまずいとかっていうあれはまあどれぐらいのレベルか分かんないけど、今のコンプライアンスで考えるとあれってよく大丈夫だったのとかあるじゃない。まあありますよね。だそれをに怯えながら生活している芸人方も多々いると思うんですよ。そこが面白いところでもあるのが、いやそうなんだよね。で昔はで、しかもこの行動を笑い話でめちゃくちゃトークでテレビの話したりとかライブで話したりしたけど、今それダメなんじゃないっていうのはあるじゃない。はいはい、後悔とまでは言わないけど、ここにビビってる多分芸人は多々います。あとその、はい、そんなことを気にしない世代だった我々の兄さん方の武勇伝聞くと、自分たちが過去の行動怖いとか思ってることがちっぽけだし、そう俺、ね、何にも楽しいことしてなかったんだなとは思いますよね。兄さん方がすごすぎて、うん、それに比べたら俺なんか大したことないからね、はい、あの本当兄さん方はもう僕ら言えないですけど、もうフル犯罪者です、みんな全員全員フル犯罪者、うんうん、はい、はい、もう、はい、税金事故、はい、もうこれはもう税金事故、はい、もう平たく稼げれてればね、はい、10年に、はい、まあ、渡って稼げてればいいですけど、はい、ここ 2,3 年パボンっていったらもうそこだけドーンってくるから税金地獄ですから、はい、稼げなかった時期 の経費にはなりません、それは、はい、稼いだ時の税金、稼いだ時の、はい、はい、それはそうですね、はい、税金地獄だね、はい、まあそれ、行こうか、まあ、で稼いだら芸人の稼ぎなんて言っても1000万から3、4000万ぐらいなんですよ、はい、あのテレビ出てる芸人、うん、売れてもその1000万から3、4000万の方が一番税金かかりますからね、この日本は、うん、はい、でちょっとでもミスしたら自分の仕事減りますから、はい、はいはい、芸能人とプライベートでは会えない、うん、これ仕事だけでなんか皆さん接点あると思うじゃないですか、はいはい、無理ですよ。そうです、ね、はい、あの華やかな、僕ら世界を想像してました、うん、いろんな方と飲めて、はい、いろんな方とね、できるんじゃないかと、ないです、そんなことは。でこれにちょっと付随していいですか。はい、付随してください、ね、はい、芸能人とプライベートで会えませんけど、努力して芸能人と会うパーティーとか飲み会に呼ばれたとします、はい、芸人の数が少ない芸能人だけのパーティーであればあるほど、はい、全く楽しくありません。楽しくないです。これに付随していいですか、はい、全く楽しくない。いやそうなんだよ、はい、これはありえるよね。はい、これに付随してこれです、はい、変な社長寄ってくる、はいはい、もうこれ、はい、あの金地屋さんは今、はい、不動産屋さんとラジオやってます、ね、不動産、それはまあちゃんとした社長なんだけど、はい、いるでしょ、はい、変な社長むちゃくちゃ寄ってくるのよ、やっぱり、はいはい、でやっぱりそこ選別してね、危ない社長もいるし、浜崎あゆみよりでかいサングラスしてる社長とかでもいるよ、ほんとアイヒマンスタンダードみたいなそういう方もいらっしゃるんですけど、やっぱり変な社長マジで寄ってきます、はいはい、これ気をつけましょう。はい、もう皆さんいい方ばかりではありません、はい、すぐ、ちょっと一枚写真撮っていいっつってめちゃくちゃ仲いいですとかってインスタで上げられたりとか、はい、全然知らないのに、これありますからね、はい、気をつけてください。でやっぱその、まあこれはね、これに付随してますけど、はい、芸人ってやっぱ付き合い多いんですよ、絶対サボっちゃいけない。で金持ってる先輩もいれば金持ってる社長で、今日4時間ぐらい確定だと、はい、2、3軒行くで一番辛いの、ほんと行きたくないあの誘いもあるんですけど、サラリーマンと一緒の部分あって行かなきゃいけない、うん、で仕事の関係上でもそういう時に唯一の救いが美味しい店に行けるかもしれない、あ、はい、そこはいいんですけど、ね、本当たまにいるんですけど、はい、超一流芸能人でも、はいはい、超一流社長でも、はい、その飯に興味ないやつがいる。確かにいるな、うん、そういるな。でグルメじゃない全然高くてまずい店での4時間、ね、あれしんどいね、はい、で意外と仕事をもらおうと思って行ったら、あの、あ、俺さ、全然、俺が一番上なんだけど、俺全然うちの会社の仕事どうなってるか分かってないんだよねっていう、あの、本当、オートマティックパターン、会社お任せパターン、実は自分、金はあるけど、権力ないパターン、まあ、営業担当来てない時が、変なやつね、そうそうそう、変な社長というか、うん、まあ、意味のない、金にあふれた意味のない飲み会をこなさなきゃいけない。あともうこれだな、この一番辛いのは社長とか、まあ本当に付き合いで行かなきゃいけないと思う、はい、キャバクラで、はい、金もう、もう、もうそっとしておいてほしいんですよ、うん、でもこいつ芸人なんだけど知ってるって全員に聞くっていうね、キャバクラこれしんどいのよ。
キャバ嬢は知らん夜働いてるやつはお笑いなんか見ない見ないもうそんなやつはえそうで本当にもう多々あるのがあこいつあの知らないっつってヒゲ男爵こいつっつってルネサンスやらされるっていうそれ、ムトラストの山田るい54歳ですとか言って言うて53じゃなくて53じゃなくて4ですっつって、うん、そしたらあれテレビだと赤ワインなのに意外と白ワイン飲まれるんですねそこじゃねえんだよっていう、はい、細かいボケ通じないからね、はい、これはちょっとね辛い、はい、でもあこれた楽しいんだけどね、はい、楽しいんだけどそういうね、はい、悪ノリがあるっていうね、うん、これは金ちゃんも、うん、これはもう地方芸人あるあるかもしれませんはい、はいはい地元でそんなに歓迎されないあちょっと仕事が増えてそうあるね、地元に行ったとて、はいはい、私なんか地元では嫌われ者でしたから友達も一人もいないしそれがちょっと淡い思いってあるわけですよ、はい、芸人でちょっとだけテレビ出させてもらったりちょっと売れたかなと思って帰ったら歓迎してで俺もねまあまあとか言いつつは嬉しいなっていう感じ、うん、状況になると思ったんですよなんか地元嫌いとか言いつつなんかそういうのってあるじゃないですか故郷に認識パターン、ね、芸能人って誰でもあると思うんですよ、ね、そんな歓迎されないあそれを確かに思った、うん、長森って、うん、鬼越トマホークが僕の本当のど地元でこの間ライブやったじゃないですか、うん、あの客埋まらなかった確かにね埋まらなかった埋まらなかったね、はい、なぜか分かんないけどトップバッター出たからね俺ら地元なのにでなんなら何の関係性もない土地行った方が盛り上がったりするからね、うんそうね、はい、だからまあ意外とまあ大阪とかさ名古屋とか、うんまあ九州の方とかあったかいから青森とかさ青森もねよかったけど本当長野なんかもう長野もダメやばいよね俺の人気のなさというかいや長野でもそういう県民性だからしょうがない長野県も嫌いになってるもんな君俺のせいで、はい、だから地元つながりでいいですか、はいこれみんなあると思うんだけどその地元の友達にいじられるっていうそれよく言われるのが、はい、あれ高校の時そんな面白かったとかめっちゃ分かる分かる、はい、あとかまされるのなんか、はいはいはい、そのこっちが芸人だから、はい、その地元の友達が飲むと、うん、すげえスイッチ入れてくるというか、はいはいはい、めちゃくちゃ喋って俺の方がおもろいっしょみたいな、はいはい、そのなんつうの、はい、マウント取ってきてそうですね、っていうか、うん、あの芸人っておもろいみたいな、うん聞かれるんですよ、はい、でも俺らはもう売れてる芸人さんみんな面白いし、うん、リスペクトしてるんでいや面白いよって言うからいや全然笑ったことないわあいつらで、うん、とか平気で言うんですよ地元のやつ本当にさんまさんとか、うん、ダウンタウンさんって言ってるとそれもバカにされるんですよね、うん、そうそういやさん付けなんだとか あといやもう学生時代全なんかあんまり印象なかったよお笑いやんの意外だねとかなんかめちゃくちゃ上から言われるっていうこれはやっぱり俺、うん、言われたことあるんだよなでしかもその地元の友達が割と何店舗も飲食店経営して金持ちだったりするんだよなそうそうそう、ね、自分年収でも全く勝てないというね、うん、意外とそいつらの方が一軍というか、うん、野球部でもレギュラーだったりとか、うん、クラスでも目立ってるやつら、まあ、僕らはあんまりねいけてない芸人なんでね、で一軍のやつが社会出て苦労するかなと思ったらいや大成功してるんですよ営業とかうまいから、うんうん、今10個だ2345678もういいから20個もういいかだ, だいぶやってるし、うん、そうだね。でも俺20個にしよう20個って言ってます、ね、はい、さあ皆さん30個と言いましたけど盛り上がってしまいまして、はい、まだいっぱいあるんですけど、ま、時間的にまだちょっと、はい、この後もいろいろあるんで僕らはちょっと、ね、はい、じゃあちょっとしし、はい、最後1個ずつ上げて最後1個ずつ上げて今日は、はいはい、羨ましいって思っちゃう分あるよね一般の方はもう、うん、まあまあね、でも一般の方はさ芸能人も羨ましいって思うかもしれないあるよのはあるじゃん、うん、一番のならない方がいい理由は何だろうな、でもまあ、もう最後ですね、これは。どこの土地に行っても感動がなくなる。僕ら多分もう47都道府県、うん、まあほぼ行ったかな。ほぼ46、あと秋田か山形が行ってないぐらいで、あ、行ったか。多分徳島とか行ってないかもしれない。あの四国が多分行ってないかもね。まあ、でも本当に仕事で行って、トンボ帰りで、ギリギリ空港で時間があるときご飯が食べれるぐらいで、トンボ帰りでお弁当だけ食べて帰ってくる、ネタだけやって帰ってくるとか、そういうのを繰り返すとですね、どこの都道府県に行っても感動しないで、ただ早く帰りたいっていう、これ一番良くないと思います。
あとなんかよくわかんないけど、はい、東京帰ってくるじゃん、はい、やっぱり東京が一番って思っちゃうよね。よくないよね、長野、ね、出身なのにね、関係ないよね、うん、さあまだあります、まだいっぱいありますけど、今日ちょっと時間の関係でありません、はい、またちょっとさ、これナダルとか呼んでやりたくないですか。まあ、あの芸人誰でもいいね、これ、はい、芸人誰か呼んでやりたいね、企画として。お願いします。はい、というわけで、はい、芸人にならない方がいい30の理由、20個バージョンでした。ありがとうございました。意味わかんねえ。ありがとうございました。このチャンネル見てるやつは全員クズだ。お前らはもうクズが確定してる。チャンネル登録はしたからだ。みんな俺らの収益のために寝落ちしながら垂れ流すように。というわけで次の動画はこちら。